もう完全初見。キャラクターのデザインはちょっと知ってます。でも名前とか知らん。うわ、いい、また始まるんかい。ちょい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 。昔々地球には人間とモンスターという2つの種族がいました。ほう。ところがある時、2つの種族の間に戦争が起きました。ほう。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、イビト山、イビト山なのかな。それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。ほう。そこに行くと、なぜ、お、これはつまずいてしまったのでは。うわー、死ぬ、終わったわ。はい、ゲームオーバー。はい、はい、おしまい。おい、いや、顔面やばいでしょそれ。鼻折るとかそういうレベルじゃなくてさ、終わったよねこれきっと。いや高いな、いや高いな、その高さは。なんだろうね、重力とかが軽かったのかな、宇宙的な感じ。はい、アンダーテイルやっていきましょう。お疲れ様です、ムーミンです。先ほどまでのはね、オープニングでした。はい、あのね、私ずっとこのゲームね、実況したくてね、発売当時からもうネタバレ見てません。もう完全初見。キャラクターのデザインはちょっと知ってます。でも名前とか知らん。うわ、いい、また始まるんかい。ちょ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 、前置きはやめろってことですね。はい、やっていきましょう。プレス Z。 はい、あ、マウスカーソル入っちゃってる。これマウスで操作するわけじゃないのかな。ちょっと設定いじってきますね。はい、設定を完了させてきました。いろいろいじったんですけど、なぜかね、コントローラーの下が効かなく、上かな、コントローラーのスティックの上が効かないので、まあ、キーボード操作でいいかなってことで、じゃあ始めていきましょうか。ゲームを始める。落ちた人間の名前をつけてください。悩みますね。なぜ悩むかというと、私がゲームをやるときには主人公を自分に当てはめるのではなく、主人公を第三者目線ね、要はプレイヤー目線、キャラクター目線じゃなくてプレイヤー目線で見たいタイプの人間なので、ここはね、はい、ムービー太郎でいきましょう。ちょっとムービンだと完全になんだ、自己投影になっちゃって嫌なので、ちょムービー太郎にすることでちょっと間を持たせました。はい。というわけでね、やっていきましょう。確定。めっちゃ主張してくる、めっちゃ主張してくるやん、めっちゃ主張してくる。お前ムビ太郎でいいのかみたいな、やっちゃうぞおいみたいな。圧力を感じる。すごいなこのゲーム。早速笑わせに行きますね。はい、いいですよ、ムビ太郎でいきましょう。あー、ムビ太郎が消えていく。大丈夫かな、ムビ太郎消えていくけど大丈夫かな。あ、鼻の上に落ちたのか。あ、動かせる、これもすか、動かせる。あ、だから死ななかったのね。え、それか、本当か、だからって理由になるか。ちょっと調べられない、 Z とかで。あ、調べられない。行きましょう。入り口だ、行こう。花やん、花おるで。喋りそうな花いるけど、もう話していくか。おー、かわいい。僕はフラウィー、お花のフラウィーさ。ワイは？うん、落ちてきちゃったんだよね。うん、まあもともと上にいたからね。なんででも落ちてきたんだろう、わかんないな。プレイしてるとそういうのもわかんのかな。この世界のルールも知らないでしょ。ルールですか、まあ知らないですね。法を守るとかですか。教えてあげよう。準備はいい？行くよ。ハートはね、君の魂さ、存在そのもの。へえ。あ、動かせる。おお、動かせるんだ。これ多分キーボード音入っちゃうな、キーボード操作なんで。まあ、なんかガチャガチャ言ってる時は焦ってると思ってください。はじめはすごく弱い。レベルがたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。まあそういうゲームですよね。
あ、レベル I なんだ。へえ、 I の略なんだ。いいですね。キモラフが欲しいですよ。そうですね。私も人誰かに愛されたいですね。確かにそうですね。待ってね、今僕がラブを分けてあげるから。あ、分けてくれんの。お、ウインクしてくれた。こんな風に、あ、なんか白い玉が待ってますね。太くてちっちゃな仲良しカプセルを、ん、仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。その中にラブが入ってるってことか。じゃあ行くよ。カプセル追いかける。え、あ、そういうこと。え、あー怖え。え、早速なんだけど。え、バカだねって言われた。え、いや、ストアページではなんか殺さないことができるというか、そういうなんか優しい RPG みたいな歌い文句だった気がするんですけど、か、早速騙されてますね。早速か。うお、え、囲まれた。死ねって言われた。マジで。え、ちょ待って、え、これはやばい。これ死ぬ、これ死ぬ。ん、止められた。わ、なんか火の玉みたいなのが飛んできたわ。罪のない子供をいじめるなんて。女性かな、牛みたいな方が出てきましたね。怖がらなくても大丈夫よ。トリエル、あ、遺跡だったんだ。ここ遺跡の管理人だそうですね。はい、あ、落ちてきた子がいないか確認しているってことは、結構落ちる子がいらっしゃるんですかね、過去にも。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。あ、人間なこと分かってるんですね。まあ見れば分かるか。モンスターと人間は結構違うもんね。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。おい、行ってくれるん、優しい。こっちよって。え、今の花はいいの。花は上行くか。遺跡行きましょう。おお、進んでいける。光ってるね、早速。なんだこれ。そびえ立つ遺跡を目の当たりにして、決意がみなぎってきた。 HP が満タンになった。お、セーブできる。あ、早速セーブしていきましょう。おい、セーブしました、ムビ太郎。はい、セーブしたので、じゃあ行きましょうか。ついていこう。よいしょ。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。ほう、ここで暮らすんだ僕。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。ありがとうございます。ほう、スイッチを押してレバーを押すのかな。ここにはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。あー、まあ人と戦争してましたからね、まあ、そういうのが残ってるってことなのかな。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。はい、こんな感じかな。なんだろう。先に進みたくば迷いを捨てよ。真の勇者も愚か者も中間の道は歩まず。中間？中間だったかな。この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけないの。でも大丈夫、ちゃんと印をつけておいたから。看板の前で Z を押すと読めるよ。おう、まあ押してるね、さっきからね。ひとたび道を定めたら心を変えることなかれ。心を変えるなと。うわ、印しっかりついてる、優しい。最初のスイッチはそこの壁にあるわ。押せってことかな。押しましょう。ほい。で次は、あ、なんかトゲトゲしい部分があるな。これいけないのかな。さあ左のスイッチも押してちょうだい。右あるけど左でいいのかな。おお、ドゥグーンドゥグーンつって開けましたね。えらい、ん、よくできました、えらいわね。さあ次のお部屋に進みましょう。これなんか、あ、動かないんだ。なんかこれやったらこことかの草むらが開くんかなとか思っちゃった。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。そんな時どうすればいいか知っておかないといけませんよ。大丈夫、とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。さっきのお花みたいな、お花と戦った時のやつと同じかな。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをするのよ。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。あ、助けてくれるんだ。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。マネキン？これかマネキンか。おお、バトル始まった。マネキンが現れた。戦う
このゲームね、なんかみんなを救えるみたいな、みんなと戦わないで済むよみたいなコンセプトだから、戦わないでいきたいね。行動、マネキン、分析しよう。マネキン、アタックもディフェンスもゼロと。なんかこの感じあれですね、あの昔にマリオストーリーっていうゲームがあったんですけど、それの、ま、マリオと、まあ、もう一人のパートナーで基本的にアクション RPG をするっていう感じなんですけど、あのコマンド RPG かな、どっちかというと。でそれのクリボーが仲間になった時に相手のデータ見れるんですけど、そんな感じですね。面白いテキストもありますしね。綿のハートにボタンの瞳、輝いちまった喜びに。いいですねこういうの。黙ってますね、マネキンだからね。今にも倒れそうだ。話す、話しかけた、会話は弾まなかった。まあ弾むわけないよな、返されないもんね。トリエルは嬉しそうだ。話しかけてるのが面白かったんですかね。 You win。 お金は、お金と経験値はないと。うんうんうん、そう、それでいいの、上手にできたわね。褒めて伸ばすタイプだな、トリエルさん。もう一つパズルがあるわ、あなたに解けるかしら。パズル、おお、なんかそういうのもあんの。フロギーが襲ってきた。フロギー分析しようか。カエルみたい。カエルもつらいよ。男はつらいよみたいに言ってんだよ。あ、睨まれた。やめろってことかな。 You win、 やったぜ。これなんだろう、西の間は東の間の青写真、よくわかんねえな。行こう。止まった？ん？あ、話しかければいいのか。これがそのパズルよ。でもここは手をつないで一緒に渡りましょう。パズルも何もなくない？おい、引っ込むんだね。ほう、これ覚えてないとダメだったかな。あー、ぼーっとしてたな今。やべえ、これ覚えろって言われたら困るな。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。大人になったらむしろパズルするんか。ここまではとても上手にできたわね。でも次はすごく辛いお願いをしなければならない。え、怖いんだけど、やめて。この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくのよ。どうか悪く思わないでちょうだいね。え、ちょっと待って、うわ、 BGM 怖いんだけど。え、待って待って待って、え、なんか後ろから来んの。ちょっと待って、怖い。ちょっとまっすぐ走ろうかな。端まで一人で行けって言うから。え、なに、え、なに、なんか来るの、なんか来んのかな、なんか来んのかな。めっちゃ焦らす BGM なんだけど。え、怖い、ちょっと待って。そういう、それ逃げゲー的なさ、ホラーゲーみたいな要素聞いてないよ。やだよそういうの。あ、普通に出てきた。え、褒められたんだが、置いて行ったりしないわ。今したやんけ、今したじゃん。柱の陰に隠れてずっと見ていたのよ。逃げたじゃん。信じてくれたり、別に信じてないが、信じるとかじゃないんだけど。え、練習にはとても大事な意味があった。え、そういうアクション逃げゲー要素入ってくるんですか。一人でお留守番できるかテストしたのよ。一人でお留守番？もう完全にこっち追っかけてきたから、僕お留守番全然できてないんじゃないの。用事があるからお留守番していてね。ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたに携帯を渡しておくわ。あ、携帯くれるんだ、ありがて。用があるときはそれで電話するのよ。それじゃあお利口さんにしていてね。これは出ますか。危ないって言うからね。あ、セーブある。お、プルルルルル、かかってきちゃったな早速。もしもし、トリエルです。お部屋から出たりしてないわよね。してないよ。今さっきね、お花出てきたとこまで戻って寝てるわ。寝てる。その先にはまだ説明していないパズルがある。マジで？一人で行くと危ないですからね。危ないんだ。お利口さんに待っているのよ。待たなきゃいけない。カエル話しかけよう。ケロケロ。人間さん聞いてケロ。モンスターとのバトルのことでいいことを教えてあげるケロ。何か特別な行動を取ったり、戦った相手を瀕死の状態にすると
相手が戦う意思をなくすことがあるけど、ほう、モンスターが戦いたくなさそうにしていたら見逃してあげてほしいけど、ケロケロ。やっぱそれがメイン趣旨なのかな。じゃあこれセーブかな。落ち葉をカサカサ言わせて遊んでいたら決意がみなぎった子供だな、滑ってこけたら危ないぞ。じゃあまだやろうかな。ステータスとか見れるんだよね。ムビ太郎、HP20、防キレと包帯装備している。うん。フォン。あ、これがあれか。トリエルと電話。おっと。トリエルについて挨拶する。ママと呼ぶ。くどく。くどきてー。これ全部できるかな。トリエルについてからやろう。はい、トリエルです。私のこともっと知りたいの。知りたい、知りたい。そうね。あえてお話しするようなことはないのよ。私はただおせっかいなおばさんだもん。ああ、じゃあ女性なんだね。女性なのは確定なんだ。ただのおばさんだと言ってる。あ、消えた。けど、まだできるな。ママと呼ぶ。ママと呼んでみよう。トリエルママ。バブミ。あなた、今、私をママって呼んだ？まあ、あ、嬉しいのかな。あなたは私をママって呼びたいの？呼びてえな。呼びてえな。バブミ感じて。あなたがそうしたいなら。全然構わないわ。好きなように呼んでちょうだい。優しさ、優しさに包まれたなら。包まれてるわ。くどいていこう。バブミ感じた後にくどくってやばいな。え、まあふふふ、あは笑ってるな。可愛いわね。ほっぺをギュってしてあげたくなっちゃう。つねるぞと。つねるって意味のギューかな。それとも抱きしめるっていう意味のギューかな。私みたいなおばさんよりいい人が見つかるはずよ。ずーっと。じゃあ挨拶しよう。よいしょ。はい、トリエルです。え、挨拶したかっただけ？声を聞きたかっただけなんだ。みたいな。そう、じゃあ、ごきげんよう。これで満足かしら。ふふふ、ずーっと。くどくと挨拶はまだできるんだ。くどく何回もすると怒られたりするかな。まあ、まさか本気なの。あ、薬服変わってる。だってあなた私をママって呼んだのでしょ？あなた本当に。変わった子ね。確かにママって呼んどいてくどくのはやばいな。あ、消えた。じゃあ挨拶もまたあるのかな。トリエルです。え、また挨拶？ご機嫌いかが？これでいいかしら。これ会話変わるの？いいな。もう一回やってみよう。はい、トリエルです。退屈しちゃった？5本を渡しておい、置けばよかったわねか。気が利かなくてごめんなさいね。想像の翼を広げれば退屈が紛れると思うわ。なんかすごい神秘的なこと言ってる。そうね、例えば自分が魔王になって鉄の拳を振るい落ち葉の山を征服しているところ想像してみたらきっと楽しいと思う。え、何、伏線？え、怖い。挨拶まだできるな。はい、トリエルです。どうしたの？ごめんなさい。特に私から伝えることはないの。でもあなたの声が聞けてよかったわ。どう？あ、まだできる。ちょっと待って、なんか怖くなってきたな。はい、トリエルです。どうしたの？ごめんなさい。特に、あー、ループした。じゃあ終わりか、完全に。オッケーオッケー。あれだね、何度も話す癖はちょっと自分ダークソウルってゲームやってて、それでちょっとついた。おい、泣き虫がうじうじと近寄ってきた。泣き虫分析しよう。まず戦いにはあまりにも繊細すぎる。しょうがないの。怖っ、え、怖っ。あ、でもこれ動かなくていいやつじゃない。まだゴニョゴニョと謝り続けている。なんかキャラクターのところが黄色いな。なんかあんのかな。慰め、怖がらせるはダメだろう。慰めてみよう。話しかけた途端突然、あ、投げ出して逃げていった。泣いちゃったよ。そんなつもりはなかったのに。あ、なんか上来たらなんかある。お一つどうぞと書いてある。キャンディーを一つもらう。まあ、お一つどうぞだし、お一つもらおうか。 C を押すとメニューが開くよ。あ、回復アイテムなのかな。見てみよう。モンスターのユーズじゃなくてインフォメーション見よう。モンスター飴10回復。お、10も回復するの。半分じゃん今の。発火とはまた違った独特な風味。でも発火ってとは違ったって言うけど、ハッカをあげるくらいには独特な風味なのかな。僕ハッカは好きですけどね。まあそれは僕の話で、子供なのかな、やっぱこの子。なんか子供とかだとハッカあんま好きじゃなかったりしますよね。じゃあこっちどんどん進んでいこう。おっと来た。今度は、あ、泣き虫さんだ。またあ、戦うだとライフバーみたいなのが見えるのかな。で、慰めたら逃げたから慰めてあげればいいのかな。突然投げ出して逃げていった。うん、これでいいのかな？ん？ああ、まあ、地面ひび入ってたしな。これ上がれるの？あ、上がれるわ。え、これどっから行くんだ？落ちちゃうな。あ、これ右？これ右か。右から行けるのか。これわざわざ下行く必要ないのか。
見逃すってあるな。あ、逃がす、なんか黄色色ついてる。逃げると逃がすが、逃がしてみるか。あ、同じだな。なんか慰めると一緒なのかな。あんまわかんないな、まだ。うん。プルルル、あ、電話かかってきた。トリエルです。特に深い意味はないんだけど、どちらか選ぶなら、シナモン、それともバタースコッチ。バタースコッチ？シナモンってなんか白い砂糖の粉みたいな感じ？待って、答えないで。バタースコッチでしょ？バタースコッチでしょ？これあれか？これもしかして過去のプレイデータみたいなのが反映されてる、もしかして。あれなんですよね、あのちょっと友人がちょっと触りやったんですよね。なんか反映されてんのかな。バタースコッチでしょ、別に。え、バタースコッチでしょって言って家って言いたくなるな。あら、わかったわ。それじゃまた後でね。ん？ん？もしもし、トリエルです。別にバタースコッチが嫌いってわけじゃないのよね。どちらかといえばっていう意味よね。うん、いや別にどっちでもいいよ。別の方がおやつに出されたなら食べずに残す。いや残さないかな。別にどっちでも食うよ。少し聞いてごめんなさいね。なんか怖いな、なんか怖いな、この人。え？ん？灰色の岩石、4つのうち3つが押されることを望む。1つなんか押されること望まない石があるってこと。これいける？おお、びっくりした。今押されること望まねえのかと思った。これ見逃せるよね。あ、オッケーオッケーオッケー。見逃すのを逃がすができるね。やっていこう。引き続きやっていこう。ん、なんかさっきの選択肢なんだろう。バタースコッチでしょって言われて、なんか決めつけられたね。なんだ、うわいーす。適当に通ったけど、もうダメだったな。なんか書いてあるな。落ち葉を踏まないで。あ、この落ち葉じゃないところがいけるんかな。おっと、フロギーがこちらへ飛んできた。フロギー、あ、さっきのカエルか。え、待って、今回いないけどどうすればいいんだろう。フロギー、待てよ、黄色くないな。こっちも黄色くない。あ、じゃあやっぱ黄色くないとクリアじゃないのかな。分析しよう。まずフロギー、カエルもつらいよ。あー、さっき見たか、さっき見たか、さっき見たかな。おお、めっちゃハエ飛んでくる、めっちゃハエ飛んでくる。うわー、一回立ちた。勇ましさに足がすくんでしまった。嘘ぴょーん、なんやねこいつ。褒めるか。言葉の意味を理解できないようだ。それでも照れている。あ、照れている、かわいい、照れてる。ん、うわい、びっくりした。あまり戦いたくないようだ。あ、黄色くなった。あ、そういうこと。黄色くなったら OK ってことか。なるほどね。今カエル跳ねてくる。まあ、カエル跳ねるわな、そりゃ。わかる、わかるよな、そんな。落ちて、待って、ここで上行かなきゃいけないのかな。で、ここで、ここまで行って、で、読んでみよう。下の階の注意書き読まなかったら読んだよ。だからあれか、下の注意書き読んで、クリアしようねってことか。で、あ、岩だ、動くか。おぉ、びっくりした。んと、フロギーと泣き虫が虹。寄ってきた。あ、泣き虫はもう素でオッケーなんだ。じゃあ先逃がすか。よっ、これちょっと飛ぶでしょ。よし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 、オッケーオッケー。なぜじん、フロギはなぜ自分がここにいるのかわからないようだ。褒めるか、褒めればオッケーだ。で、照れて、照れ照れして、うおい、ハエのパターンとあれなのね、あのカエル飛ぶパターンがあるのね。あと、あまり戦いたくないようだ。じゃあここで逃がしてあげればいいのか。オッケーオッケー。お、2ゴールドもらった。さっきもお金もらってたかな、ちゃんと見てなかったかも。岩を動かしていってそう思ったよ。だって1個さっき望まれてない岩あるって言って書いてあったもん。ちょっと待った、おいらを押してどかそうったってそうは問屋が下ろさねえやい。ああ、お願いですから動いてくださいだ。あ、めっちゃお願いですから動いてくださいって言ったんだ、この子かわいいな。たく、しょうがねえな、今回だけ特別だぜ。お、頼むぜ。待て待て待て、足らない、足らにゃい。もっと動けだ、動けよ。ほら、これでどうだい。そっちじゃねえよ、そっちじゃねえよ、こっちこっち、これ右側のその何、四角いとこ、上じゃなくて横に動けだ。分かったよ、こういうことだろ。
あーそういうことそういうこと、オッケーオッケー、ありがとうね。どういたしまして。あぶねえバカ野郎、お前おいじっとしてろ、だそうだな、じっとしてろよ、何度も行ったり来たりさせやがって、お前ビクビクしてたら敵と会っちゃったよ。ちびかび、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 黄色、あれさっきいたっけ、あれちびかびなんていた、分析しよう、肌がプルプルでみずみずしい、でも脳みそはない、うふん、あはん、コポコポ、ん、なんか初めて見てる気がするのに、なんか黄色かったりするな、逃がすか、なんかこの前友人に若干最初の起動テストみたいなの頼んだんですよ、なんかそれのせいでなんか変わっちゃったのかな、そう思ったら決意がみなぎった、あれね、あの上のチーズね、あ20分ぐらい経ってる、これか、チーズはかなり前から置きっぱなしのようだ、テーブルにくっついて取れない、なるほどね、よいしょ、いつかネズミは巣穴から出てチーズをかじるかもしれない、まあいいんじゃない、勝手に食べても、さすがにこの子もチーズ食べないでしょ、じゃあセーブしました、はい、じゃあね今回は本当に最初なんですけれども、ご視聴ありがとうございました、今回はここら辺にしておきます。じゃあ次回に続きます。